どうもつぶつぶやです。いよいよ8月になりました。厳しい夏も実は折り返し、8月下旬には徐々に気温が下がり始めるので折り返しと言ってもいいんではないでしょうか。折り返しとはいえ夏真っ盛りなので、今回は夏の水やりお届けします。購入直後の苗やご自宅で元気に育った苗、春や夏の初めに葉挿しした小さな苗たちの水やり、それぞれどう違うのかお届けします。まずはこちら、それぞれ成長過程の異なったつぶつぶ多肉たち。こちらはちょっと育ちで長いもの、こちらとこちらは春に葉挿しで増やしたもの、要するに若い苗、こちらは先輩株。こういった先輩株の苗、しっかりと根が張ってしばらく育ったものに関して言うと、夏はお水結構あげても大丈夫です。さらに頭からザブザブお水をかけて、それぞれの成長点真ん中付近にお水がたまらないようであれば、土がしっかり乾いたらお水そこそこあげても大丈夫。ただし風通しのいい環境であることが条件。そしてお水をたっぷりあげた方は2、3日中に土がしっかり乾いているかどうかだけチェックしてあげましょう。もしも2、3日中にしっかりと土が乾いているようであれば、土がしっかり乾いたらお水たっぷりあげても大丈夫です。ですがもしもお水たっぷりめにあげて土が乾いていないときは、少しお水の量を控えてあげましょう。そうするだけで高温多湿による蒸れから予防することができます。そしてこちらの2つ若い苗、こういった春にご自宅で葉挿しをしたり株分けして増やしたもの、まだまだ若い表情をしています。葉がグリーングリーンとし大きく葉を広げている。こちらが夏の顔なので、ちょっと生育失敗したのかな、春秋冬のようなコロンとした姿じゃないけどどうしようと思わなくて大丈夫です。順調に成長中。ただしこういった若い苗はお水が多いとちょっと苦手な傾向にあります。なのでお水はなるべく控えめにしてあげましょう。そのお水控えめのポイントなのですが、先ほどと同じようにお水をあげて土が 2,3 日中にしっかり乾けば大丈夫です。そしてこちらよく見るとちょっとだけ異なる土に植えています。こちらは排水力高め、そしてこちらは培養土多めです。同じタイミングで同じような管理をしているのに土が違うだけでこんなにもりもり具合も違います。こちらは秋の初め頃にはキュッと可愛くゆっくりですが成長します。こちらはまだまだ今からもり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 群生していく。そして親株としては優秀ですが、可愛い姿を見せてくれるのは冬の初め頃。このように土が違うだけでちょっとだけ姿が変わります。そうなってくると水やり頻度や水の量も変わってくる。ズバリこちらは一度たっぷりお水をあげてしまうとなかなか乾きません。なので葉がシワッとなったらちょっと湿る程度あげれば大丈夫です。そうすることによって群れから守ることができます。ですがもしもこういった状態の多肉を結構お水しっかりあげてますよ、でも枯れませんという方は、あげ方を変える必要はありません。今までにこういった葉挿しをどん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 もりもりになるのを楽しみにしていたのに夏に傷んでしまった方、ぜひ水やりを変えてみてください。逆にこちらのように簡素な土で葉挿しをしている場合、お水が足りないとあっという間にシュワッとなって、さらに遮光率が 30% 以下や直射日光で育っている方は葉が焦げる傾向にあります。お水が切れすぎると葉が焦げてしまうのでご注意を。実際にあげてみたいと思います。こちらは夕方以降にこんな感じ、はい、たっぷりあげても大丈夫ですが、シュワッとなったらちょろっとあげるでも全然大丈夫です。あげても大丈夫。そしてこちらなのですが、こちらもスリットポット、さらに水はけのいい土なので結構あげても大丈夫。これでもあっという間に乾きます。こちらで言うと、はい、こんな感じ、はい、この程度。ちょっと穴がたくさん開いているのでお水をたくさんあげたようにも見えますが、実は
ちょろっとしかあげていません。そして夏バテ予防にこちら、もしご自宅にある方はリキダスなどの活力剤をお水の中に混ぜてあげましょう。それではいろんなタイプの多肉たちにお水をあげていきたいと思います。まずはこういった乙女心、葉がグリーングリーンとしてモリモリ、さらにモリモリになってほしいため培養土がちょっと多め、そういった場合は若い苗なので、はい、ちょっと土が湿る程度で大丈夫です。もしもカリカリシワシワになっているときはたっぷりお水をあげて風通しのいい明るい日陰に連れていってあげましょう。それだけで大丈夫。葉が膨らんだら元あった明るい場所にいち早く移動してあげれば徒長を防ぐことができます。こちらは夏顔のペレスデラロセ、こちらはかなりの先輩株になるので結構お水をあげても大丈夫です。培養土に水はけのいい土が入っているのでお水もさらっと流してくれる。さらに根が成熟してパンパンに張っているので、そんな株は、はい、こんな感じ、夏でも気にしない、いっぱいあげても大丈夫。なぜなら根がしっかり張っているので 2,3 日中には土がしっかり乾いてくれます。もっともっと葉が閉じたらお水をたっぷりあげるだけで大丈夫。こういったグリングリンでキュッと締まったレッドベリーも頭から、はい、こんな感じ、できればシャワーなどで葉全体的にお水がかかると肌荷の予防にもなります。ただしこのようにお水をしっかり蓄えられるつぶつぶ多肉はお水をあげすぎると下葉が溶けていく傾向にあります。なので葉っぱがちょっと閉じたなとか葉がシュワッとなった時にお水をあげましょう。たびたびの水不足でこのように根っこが出ることもありますが、それでもお水をあげるとムチムチプリプリになるのでご安心を。このように葉っぱが黄色くなった乙女心などは先ほど紹介した活力剤入りのお水をあげることによって元気に葉っぱがグリングリンになるのでご安心ください。さらにこちらはちょっと先輩株なのでジャブジャブお水をあげても全然平気です。ただし鉢底に穴がしっかり開いているポットや水はけのいい土に植えてある場合に限ります。このように購入してからまだ植え替えていない株などは土がしっかり乾いて葉っぱがシュワッとなったらちょろっとあげるでいいんではないでしょうか。もしもそのちょろっとの水やりでそこからお水がポタ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 たくさん落ちてくるようであれば、その生産者さんの土はきっととても水はけがいいのだと思います。そういった場合はお水多めで大丈夫。お水あげてもなかなか下からお水が出ないときはシュワッとなったらちょろっとあげる、秋に植え替えてあげれば大丈夫、そんな感じです。こういったエケベリア、つぶつぶ多肉ではないんですが、こういった小さなエケベリアにお水をあげるときはこんな感じでも大丈夫。葉がシュワッとなったりお水あげ頃のサインが出ていたらこんな感じであげるのですが、こちらの真ん中付近にお水がたまらないようにご注意を。全部が全部の品種傷むというわけではないのですが、お水がそこに残っていて日中の高温を迎えるとこんな感じに煮えてしまうこともあります。これぐらいしっかり成長した株であれば結構お水が溜まっていても大丈夫な場合もほとんどだし、こちらの葉っぱどん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 お水を下に落としてくれるのでご安心を。夕方にお水をあげて朝お水が残っていなければ大丈夫。もしも残っている場合はブロワーなどで飛ばしてあげましょう。こんな感じ。最後に夕方以降に水やりではなく多肉たちに水浴びをしてあげることによって葉の熱を下げてあげることができるので、こんな感じでふわっとお水をあげても大丈夫ですが、その際も先ほどお伝えしたように翌朝に真ん中付近にお水が溜まっていないことをご確認ください。多肉以外の遮光ネットや棚などもお水をかけてあげると効果的ということで、今回は夏の水やりお届けしました。いやー、暑い中の水やりちょっと大変な作業ではあるのですが、夕方以降気温が落ち着いてからあげましょう。朝方も過ごしやすい気温になることが多いので、
早朝に開けたくもなりますが、乾く前に日中最高気温がやってくるので、できるだけ夕方以降の水やりがおすすめです。状況によって水やり少し変わるので、慣れるまで大変かもしれませんが、ご自宅の多肉たちを観察しながら、元気ならその水やりで大丈夫です。ちょっと調子が悪いなと感じたら、その都度増やしたり減らしたり工夫してあげましょう。要するに土が湿っている時間が短ければ大丈夫です。たっぷりあげても乾けば大丈夫。排水力高めの土に植えているのに土がなかなか乾かないなら、根がまだ育ってないかもしれないので、そういった場合はやはりシュワッとなったらちょろっとあげるで大丈夫。秋を待ってお手入れしてあげましょう。次回も夏のお手入れお届けします。